あ、マイちゃん、はい、僕の沖縄の後輩でキャンキャンっていうのがいるんですけども、うん、はい、でそのツッコミのタマちゃんってこの話なんですけども、小学校の時に、うん、インコ飼ってたんですよ。で言葉を教えるっつって、うん、こんにちはこんにちはこんにちはってタマちゃんずっと言い続けてるんですけども、うん、なかなか覚えが悪くて全然覚えないんですよ、うん、でこれどうしたもんかなって考えて、うん、タマちゃんなるべく練習時間を増やそうとして、うん、カセットレコーダーに自分の声でこんにちはこんにちはってマイクで録音して、うん、その録音したテープをそのカゴの前でずっとエンドレスで流してたんですよ、うん、こんにちはこんにちはこんにちはって。そしたらもうしばらくだってもうずっと聞かされてて、鳥がもうバーッと暴れだして、もう鳥かごの中で暴れてるんですよ、うん、で羽をグッて鳥ってそういうとこあるいやってなって、うん、それ見たお母さんがかわいそうでしょって、こうなるために飼ってるんじゃないんだから、うん、もう逃がしなさいっつって、あ、分かったっつって、で窓を開けて鳥かごで鳥かごピッて開けて、ピーちゃんパーッと飛んでって飛びながら、うん、こんにちはこんにちはこんにちはやっと解放されたからな悲しい、さよならって教えてくれるから、説明でやるね、おもろいけど悲しいおもろいけどな。さあ、行きまーす、うん、はい、ジュニア、ちょっと仕事で、うん、名古屋に行きまして、うん、タクシーにね乗ったんですよ、はあ、ほんでプリシードホテルまでって言うたんですよ、ほんなら、うん、運転手さんが、うん、何丁目って言われたんです、たまにおる、うん、おかしいなこれ、一応ねお客さんとして乗ってるわけですから、うん、いやちょっと何丁目か分かんないんですけどね、じゃあ行けないねって言われたんですよ、うん、うん、いやちょっと分かんないですけど行けないんですか、うん、だって分かんないからね行きようないよね、うん、えらい喧嘩腰やな思いながら、うん、でも言うててもラッチ開かないんで、うん、もうマネージャーに電話しまして、うん、そのホテル何丁目か調べてもうたんですよ、うん、ほんで4丁目ですと、うん、ほんで運転手さんに4丁目ですって言うたら、うん、ああ、あそこ、いやもうね最近もうカタカナが多くてもうなんだかよく分かんねえんだよって言われて、さすがに僕もちょっと切れてしまいまして、うん、お前の乗ってるタクシーがカタカナじゃーいね、もう腹立ってほんでまあなんとか着いたんですよ、1600円です、ほんで1万円出しました、映りないんで一緒にコンビニまで行ってもらっていいですか言って、うん、もうあかんと、うん、ほんで俺もうお前とこのその親元の会社に電話するよって、うん、ほんで電話番号聞いて、うん、電話して、うん、でいやお前とこになんとかさんっていうこの運転手おるやろと、うん、で客に道を調べさせて礼も言わへん挙句釣りない、うん、どんな教育しとんねん言ったら向こうが、うんうん、そらいかんですよって言われた、いや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 、まあ、いかんですよなくてどないすんねん言うたら、うん、そらね、うん、お客さんがきつく言わんといかんですよなんで俺に委ねるんだお前とこでやってくれよそれはでもすごいマニュアルがあるんじゃないかな。そうですね。それ言われたらもう苦情をこれ以上言いようがないもんね。もう一気にクールダウンしましたから。するする。いやそれは素晴らしい切り抜け方かもわからんよ、向こうの。よし。おお、渡辺直美。うわあ、はい。一発目。はい、一発目。私がモノマネ番組に出させていただいた時の話なんですけど、モノマネ番組で山本リンダさんのモノマネをすることになって、うん、でモノマネの芸人さんって結構研究して声真似たりとかするじゃないですか、うんうんはい、で私そこまでモノマネできないんで、うん、歌とかダンスを誇張してやるみたいなのをやってたんですよ、うん、でその練習の時もダンスの先生も、まあ、直美は、うんまあ、ダンスとかを誇張してやった方がいいねみたいな話をして、やっぱそうですよねっていう話してて、ねで本番当日もちょっとなんかお腹出すようなちょっとなんか可愛らしい感じのこのふざけれるような格好であのやってたんですよ。で
当日ももうすっごいいろいろ誇張して、うん、歌もダンスも誇張して、うん、で歌い方も生きているのが好きなのさみたいな感じで誇張してやってたんですよ。すごい女子が誇張してやって、はい、でバーンって終わったらまた曲が流れて、うん、後ろからタンガスがプシューってなったんですよ、はい、でえみたいな感じでバッて見たら、うん、山本リーナさんが本人登場、あ、ご本人登場、はい、でもタンガスの中でルルルルーって本人が一番誇張してたんですよ、追い抜いちゃって私よりも一番誇張してたすごかったんですよ、本人がめそうです、歌い方も生きているのが好きなのさめっちゃ誇張してて誇張してしばらく見えへん間に、はい、だからすごく恥ずかしかったっていう話です。控えめんなと思った逆にね、見てないみたいなのされちゃったっていう、まあ、まあ、いいんじゃないですか、うん、これだいぶ皆さんこちらからできますよね、こんな感じでいきましょう。これ初登場やんな、ね、はい、泣いて連れてかれるんだよ。オードリー春日どうなる。ドイツにドイツまあ、ロケに行ったんですね、でめったにないことなんですけど、はい、あのたまにスタッフさんが現地の人ってパターンがあるんですよ、はいはいはい、でその時はドイツに行った時は、うん、カメラマンの人がドイツ人の方なんですね、うん、もう本当に日本語は通じないぐらいの感じ、完全なるドイツの人で、うん、まあ、ディレクターさんとかコーディネーターさんは日本人の人だったんですけど、まあ、それで、まあ、ロケやりましょうとなりました。打ち合わせもそこそこに、まあ、始まりまして、うん、でドイツ その空港を出て、まあ、空港出て一発目だったんで、私そのトゥーストやりたいなと思いまして、うんうんうん、扉が、まあ、カメラマン、ドイツ人のカメラマンさんが空港外でこう待ってるんですよ、ちょっとどんどんとこで。で、私がこう、出た瞬間に、トゥースってやったんですよ。うん、そしたらドイツ人のカメラマンさんがカメラ上に向けたんですよ。上を撮れって言って、トゥースって意味がわかんないから、トゥースってのはバッつって、カット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 って。まあ、そうか、思うか。思います。知らないんで。なるほどね。なぁ。さあ、行きまーす、はい、うん、おお、てっちゃん、え出たかったんでしょ、はい、出たかったっすよ、うん、はどうしよう、どうしよう、じゃあ、あ、じゃあ、で、また雨入って絶対雨入ってる、電波少年、うん、もうむちゃくちゃな企画よくやらされてたんですけれども、うん、その中の企画の中で、うん、ストップザエイズキャンペーンって言って、うん、世界のゲイバーに行ってコンドームを配ろうっていう企画を僕やらされたんですけれども、うん、世界のゲイバーって1回でコンドームとか配って相手を見つけて2階に行ってイチャイチャするような感じなんですよ、うん、で僕は1回でコンドーム配ってイチャイチャしながら「要はタイプ要はタイプ」とかなんとか言いながら配ってて何人かと上行ったんですけど、上に行ったらもう結構もうムキムキのマッチョマンとかいたんだけれども、それに羽交い締めにされてこうやってもう服も剥がされてもういたずらされそうになってるからもうシャレになんないと思ってもう本当もう助けて助けてノンストップノンストップもう本当助けてノンストップって言ってたんだけど、後で VTR 確認したらノンストップってやめないでってそれやめないなと思って、俺だからずっとやられながらやめないでやめないでもっともっとって言ってたから、それはマッチョな外人もっとそれは興奮するなと思って、超エロいやつ来たね大失敗でしたね、本当にもうまさにこのビリヤード台だったんですよ。ビリヤード台じゃないですけどこういう台のビリヤード台で全裸にされてここでノーストップノーストップ、もうオーストラリアのビリヤード台の店の天井の景色だけ忘れないすげえ話やな、すごいな、これはすごいな、面白い、一人やろうな、ラスト1回です、ラスト、はい、お願いします、お願いします、いきます
じゃあ行かせていただきます。島木ジョージさんが、要は NGK のロビーに、ナンバーグランドカレーのロビーにいてはるんですけど、いつも僕不思議に思ったんですよ。あの後輩とかがね、パーン殴ったりとかしても、あんな怖い顔してに全然怒りはらない。そうね。ほんで僕一回聞いたことあるんですよ、島木ジョージさん。その怒らないんですか、その怖い体して顔もしてって、わ、手は怒りまへんねんって言うてはって、怒ったことないって。でも結構敬語やしな、そうなんですよ。そうなんですよ。で、あ、この人怒れへんねんやと思って、あ、実は優しい人やねんなと思ったんですね。ほんで、ある日、また次の日、3日ぐらいしてからな、トイレに、NGK のトイレに行こうと思ったら、はい、島木さんが僕、おしっこしてたら横に来はったんですよ。うん、で島木さん本番前で、この、ポケットに、灰皿2つ入れてある。ああ、ボコボコヘッド用や。はい、それをね、ここに、こう、おしっこするの邪魔やから、ここに置きはった瞬間に、大道具さんがタバコを持って、そのタバコ入れにトントンとやつが、何しまんねよ初めて怒りました。商売びっくりしました。誰も悪ないな。皆さん、タイガージェットシーンっていうプロレスラーもちろん知ってますよ。インドの強固、はい、うん、クルエルトラって言われてます、うん、クルエルトラって言われてるぐらいですんで、ほとんどリング上で試合しないような人なんですよ。あ、そうか。もうレフリーをまず血まつりに上げて、はいはいはい、試合を裁く者いなくして、もうその客席を練り歩く、練り歩く、もうその時で、もうケムコジェラのだから巨大なインド人がこのサーベルこうやってハッハッって言いながら徘徊場合によって椅子やら何やら客に投げつけるような、うん、まあ、僕なんかプロレスねずっと好きでしたから、まあ受け入れてます異常な出来事で、巨大なキャンプ場が、でまあ2年ぐらい前に、うん、プロレス会場に行ったんですよ、うん、まあ、タイガージェットシンが出てる、まあ、かなりのベテランなんですけど、うん、いや、シンが全盛期の動きすんのかなみたいな疑いかけて、うん、長いもんな。もうリングにさっき入場したら、まず真っ先に一直線にレフリーのもと向かっていてですね、うん、レフリーを血まつりに上げて、おお、さすがシン、さすがシン、変わってないな。でもその後対戦相手まで、もうコーナーに縛り付けて動かれへんようにして、でその後も自由な時間ですよ、シンの、もう客席に俺たちはっ健在やお客さんめちゃくちゃ盛り上がってるんですよ、逃げろみたいな言うて、うわすげえなーと思って相変わらずシンすごいなー思って、でちょうどまあ僕のおる、僕も結構いいリングサイドの座らせてもらってるんで、シンがぐんぐん向かってきてるんですよ。うわー、シンが来る、シンが来ると思ったんですけど、ちょうどこの椅子の列で一列前をシンが歩いてるんですよね。でシンっていうのはもう我が道を行きますから、あ、これちょうどギリギリで見れるから、いよいよヤバだったら逃げたらいいし、ギリギリまで見れるわ思って、これ楽しみにしとこう思って、みたいな。ほんで向こうからシンがはっ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 シンがどんどん向かってくるわけですよ。強子が、強子がはっこっからはちょっと僕の憶測もだいぶ入ってくるんですけど、一瞬ね、はっって言ってたシンが男の子多分なんか視界に入ったよ、見たんやん、はっってなったら、この全然スピード緩めなかったシンが一瞬ちょっと立ち止まって、その場で立ち止まって、はっはっってちょっと2歩下がるぐらいの僕の憶測ですけど、坊主早く逃げろみたいな、ハッ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 こう見てるんですよ。はっ、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 
うしようかな、うん、でもシンがスピード緩めてるのはもしかしたら本当にインドの強子やから、うん、確実に男の子を踏み潰すためにこう緩めてるのかもしれない。そんなこと言ってる場合ちゃう思って大丈夫か僕ってこう一列こう乗り越えて、はいはい、男の子バッて抱いたんですよ、うん、大丈夫か大丈夫やからなって言ったら、うん、シンが元のスピード戻って、うん、はっはっはっ僕のとこ通り過ぎる時に一瞬はなんかちょっと怖いのある感じの、ねねねはい、ちょいちょい怖いですよね。あの時僕多分一緒におったと思うんですよ、プロレス会場に、バファローゴロ A 先生と見に行ったと思うんですけど、その時なんかあの A 先生がこうビール飲みながらほんま楽しいな最高やなみたいな、ビール飲みながらプロレスみんな好きやわみたいなずっと言ってはって、でタイガー・ジェットシンバーって来て、ほんで僕らもわーって逃げたんですよ。ほんであの席戻ったらあのバーって過ぎ去ったから僕らバーって戻ろうと思ったら A 先生がビールないっつって言うから、あれってまあ蹴られたんかなんかなんですかねっつって、パッて見たらタイガー・ジェットシンがそのビール持ってこうやって攻撃してたんですよ、大丈夫うわすごいっすやんって言うのはありましたけどね、思ったより長くなかったな話ですかいつも覚悟してたんですよ、覚悟してたお尻に力入れてた本当にあれ ザ・ボンチの里見雅人師匠にゴルフに連れて行っていただいたんですよ、で行こうかー言って、まあ、キャプテン派だな感じの師匠なんで、で朝早くからものすごいお元気で、お元気で最高やなーって言うたんですよ、で行くでー言うたら、はい、で僕はもうボーッとしながらついて行って、うん、ほんならまあ師匠の知り合いであの中野さんっていう方、もう一般の方なんですけど、うん、中野さんという方が一緒に来てはって、うん、であの僕より年上だと思うんですけど、ちょっと小切れにしてはるというか、うん、ちょっとまああんまり言い方悪いんですけどチャラいというか、うん、顔は男前なんです、うん、なんか高地昇さんみたいな顔してて、で前髪がもうなんかこうブイッブイッってなってる、あの前髪揃わずブイッってなってる感じでシャシャシャってなってて、でなんか今日よろしくねって言ったらゴッと日焼けしてはってあよろしくお願いしますって言って、でまあとりあえず僕ゴルフあんまりやったこともないんですけど、うん、でまあ師匠はまずバーンって打ち張ってバーボール行くボールに向かってボールさーん飛んでねー言うてはるんですよ、でちょうど行くぞ言うて、俺は呼び捨てなんや思いながらボールさん言うてたのって思いながら師匠お願いしますってわーって言ってて、で僕下手やからまあ向こう追ったりこっち追ったりしてて、あーわー走り回ってたら、うん、そのまあ中野さんという方が、うん、こうってやってはるんですよ僕に向かって、うん、何ですかって、あヒョードちゃんヒョードちゃん肩がね入っちゃってんだこれキープみたいな、こう打ったらいけるから、で言われてもできないんですよゴルフって急に、うん、でバーンと惜しいねみたいな、うん、次頑張っちゃおうよみたいな、ものすごいアドバイスしてくれるんですよほんででもまあそんな嫌な感じでもなくて、あ、あ、ありがとうございます、ほんで急、まあ、昼ご飯の時も、ヒョードちゃんあそこもうちょっとこうやったらヒョードちゃん絶対伸びっからみたいな、うん、まあまあそうですかありがとうございますでまあゴルフも終わりました、はい、でまた私はもう帰られました、でまあその中野さんという方がじゃあヒョードちゃん僕帰るから今度さ食事行かないみたいな、あ、いいんですか、ちょっと電話番号教えちゃってみたいな、分かりましたで電話番号教えて、じゃあまた電話するねみたいな、ほんでまあ帰りはったんですよ、ほんで俺まあ準備してほんで出ようと思って、ほんで携帯どこやったかなってパッと見たらなんか留守番電話入ってるんですよ、うん、あれよ、でまあ、まあ、車乗る前に聞いとこう思って聞いたら中野さんなんですよ、もう素早くもう入ってるんですよ、で「あひょうじゃんほんと今日楽しかったよね、あの今度ほんと食事行こうよね、これも俺楽しみに知ってっから」みたいな、そこまではいいんですけど、うん、じゃあというわけでNEXT TIME! BY NOW! って言って切れてたおー、なかなかやねってなってFM やんってなって、いや、なんぼ年下でも初対面一発目の締めが NEXT TIME! BY NOW! って切れてたからえ、これどうしたらええのと、ほんで、まあ、普通やったらかけ直すじゃないですか、でもかけ直しても車乗ったらかもしれんし、俺どっちかだと地味やし、うん、NEXT TIME! BY NOW! って言われたかけ直した一声目もようわからんしなんか、ありがとうございますみたいなこと言わなあかんのか乗らなあかんのかどうもわからんかって、まあとりあえずまあ大阪帰ってからにしよう思って、まあ、でまあ置いてで車をって運転してたんです、ほんで帰り道バーって止まって信号待ち取ったんです、ほんで横の車線にファーって車が一台来たんです、
でファッて見たら中野さんやったんです。おさっき出たはずやのに、なんかやってたんですかね、はいはい、なんか知らんけど止まったんです、はい、僕の横に。で僕右ハンドルで向こう左ハンドルで、ごっつ近いなネクストタイムってなって、ほんであってなったら中野さんが言ってやってはるんだよ。でウィーンって開けて、僕も開けて、あすいませんでした、お電話ありがとうございましたみたいな。でバイナウってなんやねんって俺はずっとあって、なんか間違えてた、間違えてんのかこの人っていうのはずっとありながら、まあそこで世間話して、でも信号もそんなに時間も長くないんで、で信号も青になったから、じゃあようちゃんまたね、よろしくご飯行っちゃおうねって言うたから、僕はその中野さんに思い切って中野さんって言うたら、パッてこっち見たからバイナウって言うたんですよ。中野さんがバーン何やねん、いや追うてたんやもん何かはあんねんご飯は行ってませんけど行ってない、腹立つわいやー知らないです行きます。はい小籔、僕まあテレビとかでもあれですけど、まあ天然の方っていうのが、まあ、芸人も結構多くていますね。ほんでみんなもこの間あいつ天然でな、あはははって結構みんな笑うんですけど、僕あんまり天然の人好きじゃないんですけどそのまあ野生爆弾のロッシーと僕もずっとおったんで、もうロッシーの話みんなキャキャキャ笑うんですけど、僕はもう飽きてるんですよ、もうええとお前もそんなミスするやろ、だからお前はもういじられんねんみたいな僕も天然でいじられるの嫌なんですよとか言うけど、いやそうお前が悪いと言えば、まあ、飯島愛さんが、うん、本出された時に、うん、こうピーク時にね、うん、すごい本が出てると、で俺そんな知らんわ、でもあいつは飯島愛って言わんと飯島直子って言ってて、飯島直子さん最近本出したんしてます、いや知らない、知らないんですか、知らないんですか、まあみたいなことを言うてきて30分ぐらい聞いたら、飯島愛さんやそれお前何言ってんねん、あそうですそうです、ほんでみたいな、じゃあ次行くなみたいなことがまああったりするから、もう天然の人あんまり好きじゃないんです、一緒に降りたくないんですほんでHG と RG と僕下ネタラップのグループ組んでるんですけど、ビッグポルノっていう、でそれで HG も RG もほんまに天然なんですよ、だから極力あんまり一緒にいたくないんですけど、まあそのユニット組んでますから、まあ仕方がないという。でバーでこう歌詞を作るんですけど、まあその下ネタラップですけど、僕めちゃめちゃ真剣にやってますんで、打ち合わせしながらも、いやこうこうかなとか、でまあどうやろうとか、こうずっと喋ってても、向こうもはんはんって、ずっと煮詰まってきたんですよ。ガーって煮詰まってきて、もう僕もちょっとイライラしてきたと。あかん、ちょっとこれもう一回休憩、いや、飯食おうつ、何食うつ。だ僕はザルそば食うけど。たらあ僕もザルそばで、な僕もザルそばで、ええー、のちょっとどんぶりとかええー、のじゃあいいです、なもうみんなザルそば3つでええねんなっつって、まあザルそば来て、で僕もこう考えながらずっとこう食ってたんですよ。ほんならまあ皆さんもあると思うんですけど、こう食べてたらこう喉らへんに物がこう詰まって、水飲んだらうんってちょっと痛なりながら流れることってないですか、こう食べてたらこの辺に残るみたいな、そうなんで僕子供の時からあったような気がするんですけど、 HG がその時成り立てやったんですよ、そう今までの人生そのここに詰まる感じがなかった、最近出だしたと、それは僕知らんかったんですけど、それで HG はもうそれが病気ちゃうからと、その気管の病気じゃないかと常々思ってたらしいんですよ、それ僕も知らずにバーってこう考えながらこうでザルサバーって食ってたら、 HG がやってるんですよ、こっちで別にもううわーとか言うこともなく、何してんねんこいつなんか思いながら僕までそば食ってたら、ほんなら水飲んで、はあ、自分では病気と思ってるから、僕らではもう日常のことなんですけど、あいつは病気を思ってるから、もう焦りながら、はあはあ、ほんなら RG もちょっと心配そうにこう HG の方見てるんですけど、もうええもうええほっとけ思いながら、僕は心の中でバーってザルそば食ってたんです。ほんならあいつまたそれが大きかったんですよね、さっきの痛みよりもさらに大きいの起きたから、ちょっと立ち上がってザルそばのこのつゆ持ちながらやりだしたんですよ、千枚打ち合わせのとこでそんな何やねん思って、ほんなら RG もそんな HG 見たことないから、あんな殻でかいのがってなってるから、おいおい何して何食うてん、いやそばやん、そばですよ、まずそばですよ、食べてんのみんな見てますやん、左手もつゆのやつ持ってますやん、そばやん、で僕は心の中で思ったんですけど、もうほったらかしで、まあ、また天然の二人が何かやっとるなと、もうそばやん、おい何食うてん、そばやん、そばやん、ほんだら HG も
そば。そばやん。そ、そばやん。答えてええやん。あるやん。3人食べてるやん。何してんねん。そばやん言うて。最後ね。最後。バッと言いました。ほんまに慌てた時の天然2人のやりとりはほんま腹立ってさ。厳しいよ、ちょっと。だからテレビで見るもんですね、天然の方々というのは。近くにおると不便なことしか見えない。厳しい。いきまーす。滑らんねえ。全然ね、面白いなあ。あ、じゃあ僕いっときましょうかね。お願いします。滑らない。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。話していいかの判断も含めちょっとしてみようかなっていう話がありまして、うんうん、かけちゃったいやー、滑らんねえ。全然ね、面白いなあ、じゃあ僕いっときましょうかね。お願いします。大阪でお仕事あって、はい、で大阪行って、で大阪のホテルで一泊して、次の日のお昼も大阪で仕事やったんですよ、はい、それだ2時半入りぐらいかな、うん、だからまあちょっとせっかく大阪来たし後輩もいたんで、ちょっと早めに起きてというか、ランチでもして、はいはい、でランチ食べたらちょうどいいぐらい時間になんちゃうっつって、であえてお店も決めずに、うん、なんか道頓堀あたりをちょっとこうブラブラしながら、はあ、どこがいいかなって思ってたら、はあ、本当なんかこうこじんまりとしてるけども、うん、なんか趣のあるフグ屋さんがあって、はあ、でランチやりありますみたいなのがあるから、はあはいはい、あフグランチなぁ、なんかええかもなぁ、うん、ちょっとのれんがまだちょっとかかって なかったんやから、はい、けど、ちょっと聞いてみようかと思って、ガラガラガラって、あ、すいません、まだちょっと早いですかって言ったら、あ、松本さんって言って、あ、ちょっと、あ、まあでも、まあ大丈夫ですよって、まあまあ、多分そうなるやろなと思ってやったんですけど、言わんでよろしいな、言わんでよろしいね、まあすいませんって、こうやってるからね、で2人ですって言って、まあでもお店はね、ほんとテーブル5席6席なかったと思うんですけど、まあほんとその感じで、当然まあお客さん誰もいないですよね。でまあまあ こちらどうぞって言って、で、ね、店主さんね、ちょっと俺と同年代ぐらいかな、うん、ぐらいのことで、いらっしゃいませって言って、あれですか、松本さん、ここのお店、誰か、なんか、芸人さんになんか ご紹介いただいてとかですか、いや、違うんですよ。たまたま本当に前通ってブラブラしてたら、なんか吸い寄せられるような感じで来ちゃいました。で、わありがとうございますって言って、このお店長いんですかって言ったら、はい、もう本当に先代が、頑張っていただいて、先代から受け継ぐ形でやらせていただいてますみたいな、あ、めちゃめちゃいい場所ですもんねって、いや、もうそれも本当に先代が店やるなら絶対ここがいいって言って、本当先代が頑張ってお店守ってくれて、その先代の気持ちを受け継いで僕も本当このお店も絶対守っていきたいなと思ってるんですみたいな、もうすごいなんかこう真面目だけどもなんか燃える闘志のあるというかね、はいはいはい、すごい人やなぁと思いながら、当然出てくるフグもすごい美味しくて、うん、でも後輩がなんか、これここのお店当たりですね、フグ屋で当たりとか言うな楽しいな楽しいな、で後輩がトイレ行ったの、はい、多分その時やったと思う、 また店主さんが来て、うん、松本さん、ちょっと先いいですか、話させていただいて、どうしたんですか、先代は本当に松本さんのことがなんか大好きで、よく松本さんのことはもうこの人は面白い、この人はすごいって本当よく言ってたんです、そのね、先代が言ってた、その先代がまるで松本さんにそれが伝わったかのようにね、松本さんが今日ここにこのお店に来てくるっていうのは、なんか先代が導いてくれたというか、なんか運命的なものを勝手に感じてしまいました、いやもうそれだけ話したかっただけなんです、うん、すいませんみたいな、いやいやもう本当にもう僕ももう光栄です、うん、でこっからはちょっと俺の推測なんですけど、はい、そっから2組ぐらいお客さん多分来てたんですよ、はい、でもなんかまあね、そんな広いお店ではないし、なるほど、多分予約で今日はいっぱいですって言って、なんか2組ぐらいね、多分
俺のためにというか、うん、断ってる感じがしたので、はいはいはい、これもちょっと早めに出ようかじゃないと、ちょっと逆にもうお店にもちょっと迷惑になるかもしれんからって、あ、すいません、あ、ちょっと僕らもそろそろお仕事もなんで、あの、今日本当美味しかったです、ありがとうございました、でお会いさせてくださいって言ったら、あの大将が、え、マジですか、あと30分ぐらいしたら仙台来るんですけどね、えあれあれええ、ちょっとね、あ、そうなんですかあ、そうなんですね、うわ、残念ですね、あ、でもちょっと仕事あるんで、あの、ちょっともう、あの、美味しかったです。また、でもぜひ、また来ます。カラ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 、ピシャン。行きとんけ行きとんけ行きとんけ行きたがりましたね。しかも、フットワーク軽いな、おい。すぐ来るよ。結構すぐ来るな。近場の仙台。何やったんだ、俺。行きとんけ飲んだとか言われちょっと目ぐるんでたような気がしたんだよね、俺も。熱くなってきて。で、後で考えたら確かに一回も死んだなんて言うてないよ、ね。テンションだけですよね、なんか。俺、プラトン並みに生きとんけチャートル。まあ、そんなお話でございました。あ、ジュニア。あ、ですね、僕は、腰が抜けて、立てなくなった人を一回だけ見たことあるんですけど、意外とないよ、ないでしょ、簡単に言うと僕がその腰を抜いたんですよ、うんね、女の子の、うん、女の子の腰を僕一回だけ抜いたことがあるんですけど、番組で十数年前ですね、番組でドッキリでね、ワンボックス止まってて、僕が、リポーターですいません言って、女の子すいません言って、スマップ好きですか、あ、大好きです、スマップの中で誰が好きですか、中居君、中居君もすごい好き、うん、あ、そうっすか、キムタクはどうっすか、あ、キムタクはすごいかっこいいけどもかっこよすぎて、うん、なんかあんまりみたいな、うん、あ、ほんまっすか、じゃあ中居君の方が好きな、中居君も大好き、あ、じゃあもうキムタクの方でも全然そんなに嬉しくないねや、うん、いや、うん、キムタクより中居君の方がすごい嬉しい、あ、そっか、キムタクにじゃあ会うてもそんなになんと思わへんねんねとか言ってたら、ワンボックスがガラーって開いて、バーって目隠しされて、うん、ほんな女の子がうわーなって、うわー、さあ誰でしょう、さあ見てくださいってバーって見たら聖地なんですよほんならあまりにも生物として違いすぎるから頭の中でキムタクが思ってる前からすごかったすぎたんだな、感情が落ち着けへんすね、感情が落ち着かない、処理できないですね、共通点二足歩行ってことすげー、すげー、まあ、さっきのトンボと同じようなもんやろ気持ち悪さでいいよね、よし、行きます、はい、ブラさあ、あ、村本、あ、はい、 あのですね、相方の中川パラダイスの奥さんがめちゃくちゃ共済家で、その、まあ、パラダイスがすっごい浮気をするんですよ、女の子大好きなんですよ、昔結構遊び人やったみたいでやめられる、だから今あの携帯に GPS をつけられてるんですよ、で GPS っていうのは例えばパラダイスが今どこにいてもこう人工衛星を介して、嫁が家にいるからパソコンを開いてこう青い光で常にこう、もう道中も一個一個出るんですよ、だから仕事の帰り道一本違うだけですぐ嫁から電話かけてきて、正規のルートで帰りなさいって言われます、それぐらいめちゃくちゃ厳しいです、でもパラダイスはこう束縛をされればされるほど遊びたくなる、ね、でもいろいろなんか女の子と遊ぼうとするんですけど、やっぱ嫁がすぐ電話かかってきたりするんですよね、で沖縄に行った時にあの吉本の劇場があるんで、沖縄、沖縄の事務所があるんですよ、吉本のね劇場があって、そこで夜にクラブに行くと、ノンスタイルの井上と一緒に行くとなった時に、やっぱこう嫁が GPS で見てるから、なんとかそこはあのしないといけないということで、パラダイスも考えて2階が居酒屋になってるクラブを探したんですよ、常に GPS は居酒屋に反応するんですよ、上からしか見てない、上から見てるから、あ、そうか、だからパラダイスが考えてクラブに行ったんですけども、さ、その一緒に飲んでる女の子がツイッターにつぶやいたんです、
今ノンスタイルの井上と中川パラディス飲んでると、マジヤバ谷園、マジヤバ谷園っていう、まあ分かんないです、何が面白いか分かんないですけど、なんかヤバ長谷園とかけたか分かんないですよ、マジヤバ谷園、マジヤバ谷園、それを見逃さないのが中川パラディスの嫁、うん、ツイッター常に中川パラディスの検索してますから、見つけてすぐ電話って、おい、うん、お前ヤバ谷園って何、そこそこ、お前ヤバ谷園って何、お前知ってるぞ、私見てるぞって、うん、ツイッターに書いてんぞお前っつったら、パラディスがもうごめんなさいっつったんですけど、速攻で現れたのが吉本の白馬の王子様ノンスタイルの上です。さっそうと現れて、おい俺に代わるっつって、もしもしノンスタイルの井上ですっつったら、嫁が黙れ代われ、一瞬で代わる、もう一瞬で、すごくこんな早いことないですよ、自分ですよ、言いますよ、おっおっ、星来ましたよ、どうですか、まだしてない人、どうですか、まだしてない人、まだしてない人、ここ、はい、ケーキ漬けにね、うん、じゃあ僕行かせていただいていいですか、あはい、これは、うん、僕がボーイスカウトでリーダーになった時の話なんですけど、あ、ボーイスカウトやってたもんね、やってました、でキャンプ場に、あ、もう一回言うていいですか、これ僕がボーイスカウト、なんて言ってましたっけ、そこは別に大丈夫ですよ、僕が僕が、ボーイスカウトのリーダーになった時なんですけれども、僕らだけの班で、リーダーがついてこうへん、僕らだけで、子供だけで行くキャンプにボーイスカウトになったら行けるんですね、ほんでキャンプ場に着いて、僕がリーダーで、で年下はおるじゃないですか、でキャンプ場着いた時に、なんかお腹減った、宮川君お腹減った言うんで、分かった言って、でも着いたとこやからちょっと待って、簡単にできるやつ言って、フライパン出してきて、もう焼きそばしたるわ言って焼きそばしたんですよ、でそのフライパンももう皮までちょっと折りるのめんどくさかったから、もうそのまま油でバー炒めて作ったんですよ、ほんでみんなに食べさせたら、あー美味しかった宮川君ありがとう言って言ってたんですよ、で1時間後ぐらいになんか宮川さんなんか気分がブルッみたいな、どうしたみたいな、どうしたなん言うて、ほなみんなが僕もなんかしんブルッみたいな、あらみたいな、でどうしたんやろ思って、でフライパン見たら、フライパンちょっと錆びてたんですよ、でまあやってもったと、食中毒やと、でこれリーダーが来たら怒られると、でもうすぐあの点検で来よるな思ったら車がバーン止まったんですよ、でこれ見つかったら僕怒られると、もうボイスカードもうリーダー失格やと、でこれやばいと証拠隠滅しなあかんと思って、これ森に捨てようと思ったんですよ、でそのフライパンを森にジョン捨てたんですよ、ヨッヨッヨッ言うて追っていって、ほんでまあ助かったっていう話よかった。昔ハワイにね、仕事で行ったんですよ、でうちのマネージャーと放送作家と行って3人で、ホテルに泊まってて、で俺が一人部屋で作家とマネージャーが一緒に寝てたんで、朝食事行こうって言って行くと、放送作家起きてんだけど、マネージャーがすっごいこう寝坊をするっていうか、時間にルーズなやつで、いつもすいません、さっき言っててくださいって目屋に溜めて言うやつなんで、いやいや、じゃあ後から来いよっつって、で放送作家僕より10歳下で、すごい気が小さくて、道聞くのもおじいさんかおばあさんが来るのを待って聞くってぐらい気が小さいやつ、すごい気がちっちゃいのよ、で一緒に行って、そしたら外国のホテルって必ず人数聞くのね、で「トゥ」とか言うから「トゥ」って言っちゃうと遅刻マネージャーが来た時に座れないから、なんか言わなきゃいけないと思って、それでパッて見たら、その作家はもうずっと下向いてこうやって「やばいですね、関根さんに任せます」って顔してるのこれ難しい、なんか言わなきゃいけないなと思って、で何て言えばいいんだろうなと思って、Now、頭の中で「Now to」Now to。で将来的だからフューチャースリーかなと思って なんとか未来未来さんそうそう未来3人未来3人未来3人っつってそれで Now to ははんとか言うんで、はい、フューチャーで合ってるかなと思って、でパッて見たらそいつのまた全然俺にも目線を合わせないわけ、で俺が何とかしなきゃいけないって言って出てきた言葉が、後からもう一人俺も自分で耳に疑っちゃってまさか英語
りでまさかまさかのこと言うなって分かんないですね。プライベートでこんなこと言うなって。知ってる日本人いっぱい来てるのね、だから分かるのね。おう、アフターワンワンカミングって言って、だから俺一生忘れない、アフターワンワンカミング生きた英会話その時の朝飯の味は覚えてないです。英語は覚えました。自分でびっくりすることってありますよね。うん、口に出てね。いやー、しかし滑らないですね。いやー、なんでしょう。滑らないですね。あー、まさか折れちゃう。こんなこと。何これ。三又さんの念や。すごいこれ。たまにあんね。まあうちね、もう娘が今もう4歳なんですよ。はい、でまあまだだからちょっと1年ぐらい前なんで、3歳ぐらいの時かな。はい、で女の子なんでね、やっぱこうどうしてもね、はい、あのプリンセスが好きなんですよ。はい、であのシンデレラとかね、はい、ああいうなんなんすか、今やったらそれこそアナとなんやらとはもう、はいはい、全部あの女王でしょ。はい、あれ大好きなんですよ。はい、で当時その時1年ぐらい前にあの、白雪姫が好きで、はい、で、リングをね、はい、かぶってね、はい、で死ぬんですよ。はい、で俺にキスせえって言うんだ。おい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 、でピッてキスしたら、はい、うわすごいっすよ。復活するんですよ。はい、このくだりを1時間に7、8回掘り込んでる。でしんどいなって思ってたんです。はい、だから飽きてきたら今度チェンジなんです。はい、僕が今度白雪姫、でもうガブってやってへーって死んで、はい、でキスされるの待ってて、でされたらもうふわーってやって、はい、ケタ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 笑ってるんです。はい、何がおもろいねんって思いながら。だからそんな時にね、ある時その嫁のお父さんお母さん、だからおじいちゃんおばあちゃんも家遊びに来て、でみんなで晩ご飯食べて、でまあ食べ終わった後団らんしてたら、そのうちの娘がちょっと片隅に読んで、また例のくだりをやろうぜってなるんですよ。まあしんどいな。でまあ向こうはもうなんか騒いでるから、まあまあ大丈夫よ、こっちでやっとこうか。でまたまあ娘がぶってて、いや死んでキスしてね、で今度また飽きた頃にチェンジチェンジ、そうかと思って、でまた僕ガブッと噛んで、はい、ベベベベって死んでキス待ってたんですよ。全然来ないんですよ。何やろ、長いなと思って、はいはい、まあ長いなと思って、はい、うっすら目上げたらね、おじいちゃんの手掴んでこう引っ張ってるんです。あら、まさか。あれ、いやいや、ない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 。初老と老人やから混ぜるな、危険ですよ。ない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 って言って、そっから1時間ずっとこね出して、娘がもう、もう何ルールがわからないって言って、わからんのはこっちじゃって言って、まあまあそんな話だったんですけど。あっつー、嘘でしょ。あのまっちゃんが家で子供にキスしてる。素敵な。素敵な。いきます。さあ、僕の、はい、あの妹の旦那さんの話なんですけど、妹の旦那さんっていうのはすごいええとこの子なんです。はい、あの名古屋の松川屋老舗という、まあ、あのすごい老舗おまんじゅう屋さんに妹が嫁ぐことになりまして、僕が今まで、大きな結婚式、行かしてもらったベスト2、1位は陣内紀香、2位はうちの妹なんですよ。それぐらい大きなところで、であのお金持ちと結婚するってなって、うちもわーってもう全然会えへんな、悪いな、貧乏やなというふうな感じになってたんですけど、あちらは本当にあの妹が名古屋行って帰ってきた時に、もう人間の数よりパソコン多かったわ言って、すごいもうええー、言うて驚くぐらい。いや、すごい僕らいたりね、一家に一台ぐらいしかない時にええー、言うて誰使ってんのみたいな話で、でまあ行ったら男前の割とシュッとした感じで、はい、すごいまあ昔からええとこの子、しかも大学では、うん、そのなんか伝統芸能のサークルに入ってるなんて、ショーで披露宴でファーンみたいなのをこう披露されるような
方で、はすごいなと思って、で僕結構あの写真が趣味なんで、今あのおかんに、あんた普段から写真みたいなの撮ってんやったら妹の撮ったりやって言われて、あ、分かったっつって、まあ撮ってたんですけど、ケーキ入刀ですってなったんです。まあ、その時にあのカメラをお持ちの前方は前の方にってなって、みんながわーって行きはるから、僕もその同じ方向撮ってもしゃあないから、もうケーキやって2人おって、こっちが撮ってる横から僕はまあ撮ろうかなと思ってこっちおったんですね。でまあパチ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 、ほんなみんなバーってやってたら、こう妹と旦那さんがこっち見て、こっち見てみたいな言われるが、こうこうしてたんです。でそのたくさん来てはるから、もう結構長かったんです。まあこう僕をパチパチ横から撮ってたら、旦那さんがほんまもう君らパパラッチかって言ったんですよ。はぁ、あ、思ってる。思わんけええやんけ。めでたいぞ。何それ。その時点でもちょうど古かったです。めちゃめちゃタイムにやったらまだあれですけど。こっち向いてください、こっち向いてください。結構考える、まああったと思うんですよ。その、言うたら、パーって取って言うてすぐ言うたんやったら僕まだいいんですけど、こう。結構長くあって僕横パチパチ君らもパパラッチかあ何それ、全然思んない。全然思んない。いやもちろんプロじゃないです、皆さんが言うたらそれは滞在感分かります。一般の方ですし、ええとこの子、そうやそうやね、お前、はい、もうそのすごい立派な人だからっていうのさっぴいて、もう全然思んない。はぁと思って、ほんで次、君らもパパラッチかって言ったら、こっちに集まってる人らも、あぁ、はぁ思って、なんで笑ってんの。ええやん、思った愛想笑いにも程あるやろ。ほんで横でパッて妹見たら、妹は全然このままやったんですよ。あ、ほんで妹も思んないと思ってんのかなと思って、そのまあ披露宴のちょっとなんか休憩ですかね、終わった時とかに妹でパッとおった時に、お前の旦那あれやな、男前やなって、うん、そうみたいな、でもあの君らもパパラッチかって言ったら、お前聞いてたかみたいな、うん、全然思んないなみたいな言うたったら、ええねお兄ちゃんみたいなボケとかツッコミとか別に意識してへんから、あの人はみたいな、うん、そやなって、まあすごい、だから僕とは全然生き方ちゃうなという、まあそのええ人なんですけど、うちの母親死にまして、あのそれから何年か経ってですけど、大阪の病院で今晩が山やいう時に、僕の嫁はん、そしてまあ2歳ぐらいの娘でしたかね、それと名古屋からわざわざその旦那さん、そうです忙しいのに今来てくれはって、ほんでバーってこう亡くなってる前ぐらいには、もう僕とおとんと、そして妹、でおかんでいう状態になってたんですよ。でまあ亡くなってわーみたいな、泣いてる2人みたいな、で僕もちょっと椅子横座ってぼーっとおったんですけど、ほんだら、まあ、示し合わせたんでしょうか、先に、まあ、僕の方が長男やからか分かんないですけど、嫁はんと娘が来て、でも娘、あの嫁はんちょっとこう泣きながら、あのばあば死んじゃったでみたいな、まあ娘に言うわけですよ。娘はもう分からんから、うんみたいな、でもバイバイと言うみたいな、でバイバイみたいな、でちょっとサーリーとかって、うん、いやいやとか、なんかそんな絡みあって、うん、まあ、僕は別に喋らず、うん、あもうええもうええみたいな、で、まあ、2人出ていった。ほんで一泊ぐらい置いて、その旦那さんがこう入ってきたんです。で僕の中ではあんまりお会いしてないです。何やったら結婚式以来ぐらいやったんで、うん、でどんな感じでこう、その前に会った時にだもう向こうもって感じだったんですけど、僕こうやって待ってたらギーって会えたら、もう顔がっていう顔なんですよ。嫁はんは割と普通っていうか、ちょっと泣きながらですけど、もうバッて入ってきて、僕こうやってパッて見た時には僕もうパパラッチのこともあるから、ちょっとええやんそれは、ほやほや死にたてほやほやではありますが、もう悲しいです。でもパッて見た時にだから僕もちょっとえっと思って、でもまあそんなん着てもめてるし、そんなん言うたらあかん。だからバーって妹はもうしくしくこう泣いてるわけです、うん、そこにバッて、はぁ、あ、思ってんの、おかしい、お前おかしいぞ、ドラマやん、はぁ、あ、何でそれが何か言うんかなと思って、僕もパパラッチカとかもあるから何か言うんかなと思って、僕こうやりながらこうずっと見てたんですよ。入ってくる時に、あれ顔ちょっとあれと思って、わーってカツカツが来たみたいな、うん、何やそれ、何や、ドラマか、ドラマそれやったで、一回何回自分でこすんの。それでその旦那さんがこう来てやったら、妹も何やそれ、何やそれ、ええやん
妹もここで手を動いて何やそれ。だから僕とはやっぱり全然生き方の違うええ人なんやなという。お前がおかしい。死にたてほやほやでもやっぱりこうツッコミの気持ちみたいなのが出てまうんやなという。喋れば必ず誰かを傷つけるねえ。厳しいな、厳しいな。お母さん亡くなってかわいそうやなと思いながらこっちどんな感情で聞いてたんや。これちょっと芸人の差がやなと。あ、小本。僕は5年ぐらい前に、うん、ヘルニアで入院しまして、うんうんうん、で腰の病気なので、うん、あまり立てない状況でずっと寝たきりの生活続いてたんですけど、うん、6人部屋で、うん、僕以外の人もみんなおじいちゃんの部屋に、うん、もう今空きがないのでここですいませんお願いしますって結局1ヶ月間退院するまでずっとそこにいさせてもらったんですよ、うん、これきついなおじいちゃんとずっとなんのんでみんなね芸人の人が来てくれるんで、うん、騒ぐとおじいちゃんもちょっと怒りあるんですよ、うん、ちょっと静かにしてくれやとか嫌、うん、やなと思っててでずっと生活続いてたらある法則を見つけまして、うん、その法則っていうのが僕の対面のじじいが、うん、夜中1時から2時ぐらいまでの間なんですけど、うん、ブスッて平行行なんですよ、うん、ブスッて乾いたのもうプスッみたいな平行行、うんうん、ほんならその両サイドのじじいがパッと起き上がるんですよ、うん、でその3人でトロ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 ってトイレ行くんですよ、うん、で僕見たらあれと思って、うん、それがね 2,3 日ブスーって言ったらまたじじいがパッと起き上がるちょ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 まさに宝石や宝石これなんじゃこれなんだこの宝石世界平で起きて、うん、目覚まし代わりになってんじゃんやろなと思って10時半ぐらいにものすごいこと考えついて、うん、3人が寝てるところの目の前でブリーって平行だったんですよ、うんうん、ほんなら、うん、両サイドのジジイがペッて平で起きたんやと思ってほんな片方のジジイが早いなあーそうへーすごいなあ、落ちてました。これじゃあコムド行くかね。はいはい、僕がよく行く鉄板焼き屋があるんですよ、うんうん、大阪のおばちゃん一人でやっててで L 字になってて、まあ、7席座ったらパン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 で一つテーブル席あるんですけどそれはいつもみんながなカウンターで座るときに荷物置くようにもうテーブル席はもう塞がってる状態で、まあ、7人座ったらパンパンのところに僕後輩と2人で行ったんですよ、うん、L 字になってる一番この L 字型の一番端のところにこうやって座ってる おっさんがおったんですよ。ずっとこうやってるおっさんがで自分のこの手前にある鉄板とか、まあ、やって土手焼きとかなんかこうねぐっちゃぐちゃやってるやつがおってで、まあ、そこから4席ぐらい離れたいなと思ったんで L 字のここもさらに角、まあ、行っておばちゃんに近いところで僕ご飯食べたんですよ。でそこは大阪のおばちゃんが鉄板焼き一人でやってるんですけどおばちゃんめちゃめちゃカラオケが好きなんで7席しかないのにカラオケつけてるんですよ。もう部屋もう4畳半ぐらいしかないのにめっちゃガンガンのスピーカーつけたで若い子から、まあ、演歌のとこももちろん全部使えるんですけど、まあ、せっかくおっちゃんもおるし相手おばちゃんやし今日は別に若い子でも歌わんでも別にまあ僕の知ってるレベルの夏メロを、まあ、その人に聞かせてあげようかなぐらいな感じで、まあ、普通に村下幸三さんの初恋であったりとか、まあ、その辺のレベルぐらいからこう、まあ僕オーヤンフィフィ好きでラブイズオーバー歌ったりとかってしてる時に松崎しげるさんの愛のメモリーを僕入れたんですよ。でまあ曲流れてでバッてしたらそのこれ今までこうやってめっちゃ退屈そうにしてたやつが急にバーって乗り出して僕のとこ来て、なんでわかんの？なんでわかった？って来たんですよ。でもまあイントロも始まってるし、何がですか？ってマイク越しに何がしかワンワンワンみたいな。いや僕が一番好きな歌なんだよ。愛のメモリー僕が一番好きな歌なの。なんでわかったの？いやそれは気持ち悪いですけどね、まあ、感じは気持ち悪いかもしれないですけどでもまあ僕そんなに言われたらテンション上がってもうたんで、あ、ほんまですか、当たりました、よかったですね、ワン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 みたいな。ほんなちょっと歌わせていただきますんで言って僕も結構立って本気で愛のって始まったんですよ。そしたら今までこうやってバーってやってたやつが急に愛のって言ったら玄関バーって開けて外バーって走ったんですよ。あれ愛のってめっちゃ好きだ、僕一番好きな歌って言ってたのにバーってどっか行ったんですよ、うん、なんでと思いながら、あ、まあいい香りみたいな、なんで行ったんみたいな感じになったんですけど、
でバーッと一番歌って美しい人生よって一番歌であなたは教えてくれるってバーッとなって、うん、で二番目バーッと歌ってぐらいの時にブワッと走って戻ってきたんですよ、うん、これアイスクリームアイスクリームを買ってきたから何のことやねんこれ愛のね、愛のメモリー聞いてからでもええやんっていう話ですしかないあともうほんとコバと俺だけなんですよ ね, あそうですね今さあ、やっぱこうきますかこれはどうしようかなちょっと僕が決めていいですか大輔で行こうかな、はい、顔出てますよ顔何だよ嬉しいなと思いまして。息子が、2歳半ぐらいですから今からまあ、5、6年前の話なんですけど、うんうん僕の家族嫁と子供とでうちの実の親父とで4人でどっかこう旅行行こうって決まってでどこ行こう言ってほんで山口県行こう言って行ったことないとこほんで行ったんですよ。で旅館着いてこの辺なんか面白いもんないですかって言ったら近所の駅にSL の山口号っていうのがあってそれがちょうどあと1時間後に来ますよってそれ見てきたらどうですかってなってああいいなって言ってで行こうか言ってで子供もそんなで電車好きでしたからで行こう言ってみんなで行ったんですよ。で待っててほんでなんか写真撮ろうかとかいろいろやってたらなんか時間になってで来ますよっていうほんなら僕がその息子をこうおんぶして、うん、でその SL 待ってたんですよ。ほんなら向こうからシュッシュッシュッポーとか聞こえてくるんですよ。シュッ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 で煙も見えてきてで駅に僕ら入れたんですけどホームでほんなら向こうからシュッ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 って来て、うん、うわ来たね来たねって写真バーッと撮ったりしててでだいぶ近づいてきてでその時にうわすごい迫力やなー言うてうわ来たねー言うてたんですよ、うん、ほんならその車掌さんですかその運転手さんがフワーンってやらはるんですよ。俺それがもう思ってるよりもでっかい音でフワーン言うたんですよ。ほんで僕もうわびっくりするわ言うぐらいの、うん、ほなその音聞いて息子は初めてその大音量聞いたわけですよ、うん、でもパニックになって僕の背中をグワー噛んだんですよ、うん、パーってうわーなって僕ガガガガって言うて何やってんねんお前言うてほんでいや怖いんや怖いんやみたいなほなまだシュッ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 って来てほんで次またパーやらはってええと思ったらもう背中噛まれてほんでバーなってで痛いから肉こうなってるからその外そうと思ってこっちに皮あってこっち噛まれてましたから外そうってこうやってたんですよ、ね、ほんで外れてああと思ったらその手上げててそんなにお客さんもいいんかったからその運転手さんが見てなんか手上げてるやつおるみたいな感じかなんかわからないですけどサービスでまたフォーやりよったんですよほなまたガーンと噛まれて次はもうここで噛まれてるから次こう伸ばすしかなかったから歯を外すめっちゃくちゃ痛いですよ。伸びた状態で噛まれてるから伸びた状態で噛まれてるからまたこう伸ばしてほらファーって見てもう俺これ何回もほんなら向こうからファーファーやるからもうその回数全部噛み寄るんですよ。でもバーッなってたらテンション高いやつが一人おるから向こうの人もなんかテンション上がってやってくれはるんですよ。で近づいてきてほんであ宮川大輔みたいになって言われたほんでもうファーファーファーやられてもう僕がハハハハほんで最後もうどうしようもなくもうこの息子を噛んだ状態で一回こう振ったんですよこっちにパッて息子が噛んでカーなってこうなってそれをキャッチしたっていう。ちぎれてたんですよ俺もうここちぎれてたそこ視点に回ってきたそこ視点に回ってきたマジです危ないな危ないです危ないっていう話まあいう話でありがとうございますいやいやいやなんで途中で眼鏡上げたりとか気になりましたね気になりましたねいやいやあ、おばは
はい、なんでこんなことなんねんっていう話なんですけど、あの僕新幹線の最終で、品川から新大阪に行こうとして乗ったんですよね、あの大阪で確か夜中の生放送みたいな仕事が入って、で最終で向かうって言って、これ夜中で結構朝までやからちょっと体力温存しとかなあかんな思って、もうタバコ一本吸って爆睡したろうと思ってたんですよ、で今あの新幹線であのタバコ吸えるのがこう喫煙ボックスみたいなのがあって3人ぐらいが入って立ってタバコ吸えるとこあるんですよね、でそれまあちょっと荷物置いてよしじゃあタバコ吸おうと思ってこう行ったんですよ、まあ、先にもう2人が入っててタバコ吸ってるまあお兄さん2人がおったんですよね、でまあ空いてるが入ろう思ってパッと入ってこうタバコに火つけてこう吸ってたら、この僕が左端真ん中向こうの人なんですけど、その一番奥におった人が僕のコートを見て、あっ待って、あ気づかれたな、まあまあ別にそりゃそうか思ってタバコ吸ってた、その人が、あのすいません、あの長州力さんですよね。いや違いますっていう。いや、嘘、長州って言い出して、うん、いや、あの長州力じゃないんです僕、うん、まあ、似ても似つかないんですよ、うん、いや長州さんですよね、長州力さんですよね、いや違いますって言ったら、いや、なんでなんですかと、その人が、いや僕こんなに好きでこんなにファンで、もう絶対嘘なんですよこんなにファンでこんな奇跡に立ち会えて、うん、長州さんですよって言うて違いますって言われたら僕ショックですよみたいなこと言い出して、いやだから違うんですよ違うんですよ、なんでそんなこと言うんですかとか言ってもう、知らん知らん思ってこう端向いてタバコ吸ってたら、こう長州さんの入場曲を口ずさんでるんですよ、でんて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 お前この人だってお前自由な時間あんだよお前、え新幹線じゃプライベートの空間だろお前、嫌がってんの分かんねえのかお前、あなんでそっとしといてやれねえんだこの人、お前大宅の人お前長州じゃねえんだよみたいな言うてくれ、でもその言うてきた人はいや長州ってずっと言うんですよそれもその人がもうお前ら向こう行けみたいな言って、あすいませんみたいな言って、その人はタバコ消して出て行ったんですよ、ではなんか助かったなこの人、えらい怒ってくる、僕が怒るのもあれやし、なんかえらい言ってくれたのかな思って、あどうもなんかすみませんでした、いやいやいいんですいいんです、ああいうやつどこにでもいるんですよみたいな、ね、大変ですねやっぱりそのね、テレビとか出てたらこういうふうに本当にプライベートな空間でないでしょ、いやいやもうありがたい話なんですけどねみたいな、ね、本当にそっとしておいてやってほしいんだよなみたいな、そういえばね、僕今から仕事で京都に行くんですけど、まあ、いつも泊まるホテルあるんですよ、あそうなんですか、そのホテルね出るんですよそのいつも泊まる京都のホテルに幽霊が出るという話が始まってそっからあもう一個吸ってくださいみたいなの言って、あの僕タバコ2本ぐらい吸ってる間ずっと幽霊出る話聞かされてこの人にも結構捕まっちゃったのつけてくれたの、思わぬ展開、思わぬ展開なんですよ、ちょっと僕ちょっと仕事であれなんでちょっと寝てきますで、はいお気をつけてみたいな言われて何やねんな思って、ほんでバーっとやっと寝れるわんで寝て、でちょっと深い眠りになった時ぐらいに外から窓ガラスがバンバンバンって叩かれてハッて起きたんですよ、ほんなまあ京都やったんですよね、その起きた時、はいはいはい、ほんなその人が窓ガラスを僕外からガバーン叩いて起こしてですよ、助けてくれたりとか、難しい、はい、腹立つね、いた人にね大変だよ、そこからも極力最新の新幹線下げてるんですよ一本でもいいから早く乗りたいっていう、腹立つな、はい、いやすごい話やな、おー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 お
まあ、これは僕と一緒に、まあ、学祭に行った時の、まあ、サバンナ、はいはい、サバンナ話なんですけど、工業高校ってあんまりこの聞かないじゃないですか、うんね、でなんか学祭たまになんでこの時間にやんのみたいな、うん、午前中やったんですよ、うん、で、まあ、サバンナはその前にもどっか行ってて僕らが先にネタをやると思う、うんねうん、ネタやってたんですけどあんま受けなかったんですよ、うん、でまあちょっとまあちょっと下ネタ入れたりするとやっぱりわーって湧く感じやったんですよ、でまあでもまあまあでもまあ迷ったかなっていう感じで終わって帰ってきて、うん、その状況を知らないサバンナがもうそのまま飛び込みで、うん、ネタ始めたんですよ、うん、なるほど、な受けなあんまり受けなかったんですよ、重かったよ、で生徒の一人が途中で、うん、俺ではおまないぞたまにおるねそういうの、うん、いるじゃないですか、うん、感じ悪いです、ね、でちょっとまあそのサバンナもちょっと受けてなかったのもあって、うん、シゲオがプチッと切れたんでしょうね、うん、おいちょっと待てと、うん、今誰か、うん、俺のおもろい言うたやつおるやろ、うん、でシゲオはそこでお笑いって、うん、そう楽しそうにやってるけど、うん、人を笑かせるってどんだけ難しいことやっていうのを、ねうん、教えようとしたんです、うん、今言ったやつ、うん、あいいでしょじゃあ舞台上がってきて、うん、ネタやってもらいましょう、うん、言ってもうシゲオが、うん、ってやったらもうわーってなるから、うん、もう上がらなあかん状況を作ったんですよ、ほんならそいつが、うん、まあまあまあちょっとこういう感じして上がってきたんですよ、うん、で、はいじゃあネタどうぞって言ったら、うん、そいつ、うん、校長先生のモノマネして大爆笑、うん、ずーっとボカーって思ってだからシゲオもなんか どうしてやるやんけお前みたいな、もう話みたいな大爆笑とっぷりよ、何個かレパートリーあったみたいで全然マネが収まれへん、それでも出番終わりみたいなサバンナ、まあまあ応援者あるよねそういうことはね、さあいきます、あこれねまたちょっとそうか本当1ヶ月ぐらい前なんですけど、まあ車一人で運転してたんですけど、はい、こんなにもかっていうぐらい運行がしたくなりましてで、はい、もうたまんないんですよ、はい、で車乗ってますからとにかくどうしようってもうほんますごかったんで、公園か公衆便所かいろいろ頭の中で考えたけどもういいとこが思いつかない、はい、で原宿と渋谷のちょうど間の明治通りあたりを走ってた、はいはいはい、ちょうどど真ん中にスターバックスの看板が見えた、はいはい、あもうこれはもうスタバ行くしかないと、もうスターのバックがやばいわけですこれはスタバやとでちょうど前にあの枠もあるんですよ、はいはい、あの駐車のでそれも空いてた、はい、もうやったと思ってその車止めて、はい、でそのスターバックスねビルの奥にあるんですよ、はい、であまあしゃあないばと思って、はい、ウィーンって開いたらスタバがだいぶ向こうにあるんですけど、はい、その前にトイレっていうのが、はい、出てたんでこっちお手洗いって、はい、あスターバックス行くまでもないんやと思って、はい、うわーって行ったら、はい、考えられへんぐらいのこの電子をロックがかかってるんですよ、ね、暗証番号でもう全然なんですよ、でももう俺はもうトイレを見たから、はい、本丸がもう開いてるんだよもう後戻りもできへんマジかと思って、はい、とにかくあかんと思ってももう耳鼻ってやってみたら00010002003ってやってみたら、でも開かないですよね、はい、あ00000やってないわ思って00000やって次どっからやったっけみたいになってうわーなってもう油うーなってあもうこれはもうあかんと、はい、この便所に関わってたらあかんわと思って、はい、もともとはサバックスやったんですよ、はい、サバックスに行こうと思って、はい、バーって行ったら結構人多くて、はい、そこまたトイレうわー探すんですけどそこのサバがトイレがないのよ、はい、ちょっともう待ってと思って、はい、でも従業員にすいませんトイレ貸してくださいって言ったらあのそこのトイレで暗証番号2405ですそのあセキュリティいる言ってますからねはみんな聞いてるし情報とクソがもうダダ漏れですよそうですねまあまあ今の数字は架空の数字ですけどね今言っても多分上がらないでしょうねいやーすごいですねびっく
意味ないですよね。意味ない、意味ないですよ。じゃあ、じゃあ、いきます。あ、うん、人間結構その追い詰められたりしたらもう腹簡単にくくれんねんなっていう話なんですけど、最近ちょっと僕新幹線移動が多くて、もう大阪東京行ったり来たりしてるんですけど、新幹線であの電話をマナーモードにしてて、なったらやっぱマナーとしてこのデッキでね喋らんダメじゃないですか、あのトイレの前ので、あの、あ電話になったわ思ってデッキまで行って、あのもしもし、あ小林です、あのちょっと今新幹線なんでちょっと電波悪いんですけどみたいな、向こうももし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 みたいな、あすいませんみたいな言ってたらちょっとガッて揺れたんですよね。まあ、新幹線のあのトイレってちょっとした揺れでほんのちょっとだけフッて開いてドンってなるじゃないですか、はいはい、でそのバンの間にこうおばあちゃんがこううんこしてるのが一瞬見えたんですよ。あ、すいません、あのちょっとすいません、あのおばあちゃんがですねとか僕もちょっとわけのわからんこと言ってた。あのもう一回ブーバーンって当たって、おばあちゃんなんとかこう手伸ばしてこれを下ろそうとしてるから、ちょっとおばあちゃんがですね手を伸ばしてみたいなので、おばあちゃんみたいな僕も言ってみる。でもう一回バーって揺れた時にバンバーンって開いたら、開いてその一瞬にベータがもう普通にうんこしてるおばあちゃん。このカシャーンっていうのを分かってないと思うんですよ、これ。はい、あの漫才協会にナンセンス師匠という師匠がいまして、まあ、80歳超えてて芸歴でいれば60年ぐらいやられてる大ベテランで、あの今年ツッコミの原田師匠はお亡くなりになってしまったんですけども、あの旗揚げゲームですね、赤揚げ、はい、白揚げないと、それをまあ作った人たちで、ものすごい人気だったんです。でここ何十年かはあんまりテレビにも出ないで演芸場で活躍されてるナンセンス師匠がいて、でこの今から5年ぐらい前に、まあ、漫才協会もナイツとかネズッチとか、まあ、U 字工事とか最近テレビでも少し活躍する芸人が出てきたので、これその僕らと師匠の組み合わせで営業がですね初めて決まったんですよ。でそれはあの香川県の県民会館みたいなところで営業が決まって、でそれにナンセンス師匠が入ってて、その企画したのがあのイベンター兼司会者の名古屋城さんというですね70歳ぐらいのこのいるんですよ、イベンターさんが。でその名古屋城さんがもうその朝からものすごくテンションが高いんです。それはもう本当に僕はナンセンスさんともう一回こういう全国回れて嬉しいと、でもう50年前はすごかったんだと、ナンセンスは。僕はそのもうファンに囲まれるのを僕がこうやって止めてたんだみたいな、本当今日こういうメンバーで営業行けて嬉しいっつって、で香川県に着いて、でも大成功で終わったんですよ、これあと打ち上げですみたいな、名古屋さんが。で出たらあの60歳ぐらいの色紙を持った男性が2人こうやって立ってたんですね、はいはい、それで、あ僕らのサイン書きましょうかって言ったら、あナイツさんじゃないんです、あのナンセンスさんのサインをいただきたいんです、僕子供の頃にナンセンスさんをテレビで見てて、まさか香川県に今日来られると思ってなくてみたいな。そしたらその人ともう一人横にいる人が、あ僕は今日愛媛県からわざわざ来ましたっつって、ナンセンスさんですみたいな、うわナンセンス師匠ってやっぱすごかったんだなって思って、うん、でその後にナンセンス師匠が出てきたんですよ、うん、そしたらもうものすごい2人興奮しててみたいになってて、うん、で僕がナンセンス師匠に、あ師匠あのなんかお客さんが色紙書いてほしいって言ってますっつって、はい、ああそうみたいな、嬉しいね、まだ俺たちのファンいるんだみたいな感じで、うん、あじゃあ書くよっつって、まあ、色紙に書くわけですね、はい、名前なんて言うんですかみたいな、で結構丁寧なサイン書くんです、うん、あの赤上げて白上げないみたいな、うん、ナンセンスみたいな書いて、はい、でその人ものすごく喜んでありがとうございます、で今度じゃあ愛媛から来た人がじゃあ僕もお願いしますって言った時に、うん、はいここまででーすはいここまででーす、しんどいな、名古屋城が50年前ぐらいのファンに囲まれた時のナンセンス、あれを思い出しちゃって、はいここまでです、打ち上げにこの後行きますつって、だから多分
ファンに囲まれてることを思い出す。だから一応2人ですけど囲まれてるじゃないですか。囲まれてるのが最小人数ではあるんですけど、囲まれてるんで、はい、ここまででごめんなさい、ごめんなさいね、ナンセンスはもうこの後打ち上げがありますからごめんなさいねって、本当にそのまま打ち上げ行っちゃったんですよ。その愛媛から来た人も、え？みたいな、俺もらえないのみたいな顔して、でもどんどんその人遠くなってみんなで移動して、俺はあまりにもかわいそうだったから、ナンセンスそうにあのサイン書かなくていいんですかって言ったら、キリねえからなって言ったんですよ。腹立つ、半分や半分。いい勘違いしてる。ナンセンスやな。山内、うん、はい、僕芸人になる前に漫画喫茶でバイトしてた時期があるんですけど、あのそこの漫画喫茶のあるあるみたいなので、あの個室に一人で入った男性のお客さんが、エッチなビデオを見ようとして、あのヘッドホンを挿して聞こうとするんですけど、ヘッドホンがちゃんと刺さってなくて、でボリューム上げて漫画喫茶内にエッチな音が響き渡るっていうのが、はい、結構あったんですよ。で、ある日バイトしてたら、そういう状況になってエッチな声が響いたんで、バイトの子が、あの私注意してきますって言って、女の子なんですけど、バーって走って行ったんですよね。そしたらその子がキャーって言いながら走ってレジの方戻ってきたんですよ。どうしたんどうしたんって言ったら、もうちょっと私無理です、山内さん行ってくださいって言われて、なん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 って言ってその部屋に行ったら、あのリクライニングタイプの椅子やったんですけど、そこに全裸の男の人があそこの部分にティッシュをかぶせた状態で寝てたんですよ。でおーって思って、でとりあえずテレビを消して、で状況をこう考えた時に、おそらく一人であのエッチなビデオを見て、で一人でエッチなことをされて、でそのまま寝てしまって、寝てる最中にあのコードに手が当たって、コードが抜けて急に音が響き渡ったんやろなっていうのが分かったんですけど、寝てるからどうしようかなと思ったんですけど、いや絶対注意せなあかんなと思って、壁にそういう行為は禁止ですって張り紙もしてあるし、張り紙してないんですけど全裸やし、それこれは注意しようと思って、であのすいませんすいませんって声かけたんですよ。で起きないんですよ。ですいませんすいませんって結構大きめな声で声かけたんですけど、起きないんですよ。であの肩ら辺をすいませんすいませんって叩いたんですけど、起きないんですよ。これ絶対許したらあかんな思って、もう肩が持って、すいませんすいませんって揺らしたんですよ。そしたらその男の人が、あのしっかり目つむったまま、起きてますって言ってます。あ、起きてたんや。もうちょっと今はもう起きれなかったんやな。今目開けてもどうしようもないんで、ずっと耐えてたんですけど、僕がもう一切帰ろうとしないから、もう起きてください。熟睡の手を取ってました。本当にあれ大好き、はい、あの僕あのコンビを、まあ、星ちゃんと組んでたんですけど、で別れまして、でまあ一人で、あのお芝居をちょっとしたいなと思って、まあ、舞台ばっかりやらせていただいたんですけど、である舞台に出させてもらった時の話なんですけど、あのまあ東京で1ヶ月ぐらいしてから、まあ、地方に回る、で、まあ、1ヶ月あの終わって、まあ、1ヶ月の間に、まあ、みんなでなんか今日食べに行くみたいな打ち上げがあって、でその1ヶ月の間にあのその主演の役者さんと、あとまあ大御所ではないですけど、まあ、30ぐらいの女優さんで若手の女優さん、この3人がちょっと好き嫌い、いや好きみたいな、ちょっとこうなんか、その主演の男優さん役者さんにこう2人がちょっとこうグイグイっと言ってる感じがあったんですよ。でそれ僕ずっと見てて、あ
なんかすごいなと思ったんですよ。舞台ってこうなんやな、やっぱりとかで、いろいろ思ってて、で東京が終わって、で地方に行ったんですよ。で地方に飛行機で行って、で飛行場からちょっとしたバスに乗って、まあみんなでちょっとこう九州やったんですけど、移動しようって、で移動日やったんですよ。で着いて、ほんでまずその役者さんがドーンとこうバスの後ろじゃなく真ん中に座らはったんですよ。で僕そのちょっと2個ぐらい後ろに座って、でどう座らはんやろう、その女優さんやらは、うん、2人はと思ったら、その若手の子が初めその大御所のその男優さんの横ぐらいに座ったんですよ、うん、で、あ、行きよった攻めよったと、うんうん、ほんならその大御所の大御所いうかその、まあ、女優さんが、うん、バーって来て、その子の横にバーン座ったんですよ。だから、男優さん、そう、大御所の女優さん、若手の女優さんっていう並びになって、大御所さんが潰していったんですよ、うん、バーンとブロックしたんですよ。ほんでブロックしたと思ってで、地方ですからこれ気合入ってんなと思って、僕はもう後ろでこうなってたんですよ。でまあ移動して、で1時間ぐらいこう、まあ、高速とか走ってたらインターチェンジに入ったんですよ、うん、休憩ね、うん、でインターチェンジみんなトイレ行ったりなんかね、いろいろこうタバコ吸ったりとかして、はい、で帰ってきたんですよ。でその大御所の女優さんが遅かったんですよ。で遅いなと思ったらギリギリに乗ってきはったら、こうフランクフルトを1本持って、うん、こう来はったんですよ、うん、で初め僕、あ、フランクフルト買うたはんにゃ、あ、フランクフルトなんか食べはんにゃと思ったら、うん、その今いただいていいですか、すいませんちょっと匂いしますけどみたいみんなに、うん、はいって言ったら、そのね、あのケチャップとあのマスタード一緒のやつプチッと折って、こうチッシッてかけて、でそのいただきますって言って、なんかこう熱いわみたいなのが始まったんですよ。で僕初めんと思ったんですよ、んと思ったんですよ、んと思ったんですよ。ほんならもうここについてるね、ケチャップとかこうプッとか音鳴らしたり、なんかこう、こう言ってんのに、あ、暑いから、暑いわとか、そんな暑ないよな、一回出して、また、とか、なんかチュパ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 、うわ、すごいなと思って、すごいな、アピールがね、アピールが。で、それ、まあ、食べ終わらはって、まあ、なんてない話してるんですけど、その、役者さんは一個飛ばしでまたその若い人とかに、なんか九州で美味しいもんあるよねみたいな始まったんですよ。で、あれあれあんだけアピールしてはったのに、これ無視されてるのかそれかどうなんやろうと思ってこう見てたんですよ。でまた1時間半ぐらい経ったらインターチェンジ入ったんですよ。ほんでまあみんなでまたトイレとか行って、僕おもろいなと思って、ほんでまた帰ったんですよ。ほんでまたその大御所といいますか女優さんがまたギリギリなんですよ。であれと思ったら、また帰ってきはったら、次はちょっと白っぽいでかいフランクフルトこうだったんですよ。え、2本目1時間半やで女子やろ、ちょっとペース早いな、ペース早いよフランクのフランクなんかもう1本でええでしょ1日もうまた行ったほな次はまたケチャップビューやってまた次でやってで次もうこんななんですよこれほんまですよお前ほんまやろなほんまですってほんまですよねうわまた始まった何やってんのよお前ナイスでしょ。裏が白 い。ドイツのやつでしょ。本間にやる。ドローンってしたやつ。大きいな。それを見てた話。フランやねんそれ。フランクの話。フランク。フランク。いやでも絶対アピールやったと思うんですけど普通に食べてた普通に食べたんだけど僕はそう見えたっていう宮川さんがそう見えただけでその人は普通にフランク好きなだけですじゃあ行くぞもうすいません、はい、行きますよ、はい、あ今日はすごいこうニューカマーに行きますね、
これ僕は高校1年生の時の話なんですけど、日本史の先生が、結構あの異性交友にめちゃめちゃうるさい先生だったんですよ。ほんで廊下で男女が喋ってるだけで何話してんやとか、下校にカップルが帰ってると引き剥がしたりとかしてたんですよ。であまりにもやみたいな感じで、友達何人かで先生に聞いたんですよ。もうやりすぎやないかと。そしたら別にその先生はあの付き合うなとは言ってない、家帰ってからってええけども、学校の中ではそういう力を勉学に向けてほしいと言うわけですよ。あ、さすがやなとも思いつつ、でも先生かってもう50手前やったんですけど、結婚もしてなくて、彼女とかいるんじゃないですかって言ったら、まあ、彼女いないし、いらないって言うんですよ。でだからそういう時間があったら、俺はより一つでも多くの日本史のことを知りたいと。あ、これはすごいなと。でも言うても男やし、まあなんか欲求とかもたまりませんかって言ったら、熱中することが一つあると、そういうやらしいことなんて全く考えへんと。だから俺がまあ言うならば、恋人は日本史やみたいなちょっとことを言うてくれ、今考えたら痛いんですけど、本当にめちゃめちゃかっこええなと思ってですね。ほんである日の日本史の授業で、クラスメートにクリス義彦っていう名前のやつがおったんですけども、甘栗の栗に蜘蛛の巣の巣、そうなんです、名字です、たまにね、いてありますね。でその先生がじゃあ当てるときに、じゃあこの問題をトリスって言ったんです。ま、明らかにやらしいことを想像してたよ。その響きからそれを想像して、一個先行ってもらって間違えるにしても、間違えるにしても、なんか似てるなと思っとったやろ。完全にインスパイアされてるやろ。どっから似てるなってあって、いやいやな、それはもう全員真っ赤っかなるわ。もう先生一番真っ赤っかやったから間違いないなと思って。いいですね、いい話ですね。そうですね、本当やけどな。あ、大吉先生、はい、僕もちょっと怖かったんですけど、はい、8年ぐらい前に東京来て初めてナイナイの岡村くんとご飯を食べに行くことになりまして、で麻布の鉄板焼き屋みたいなのを指定されて行ったんですよ、まあ、店内合流ということで。で行ったら目の前に団体さんがいらっしゃって 5,6 人の、でその中の一人が萩本欽一さんだったんですね。で、あ、欽ちゃんだと思って、で上京したばっかりで同じ店に芸能人が偶然来るわけないっていう発想ですから、あ、岡村君今日欽ちゃんと飲むんだ、その席に僕呼んでくれたんだと思って、その集団の後ろにひっついて、僕萩本さんのグループの一員として入店したんですよ。で個室に入りまして、あ、挨拶しなきゃいけないと思って萩本さんの前まで行って挨拶しようとしたら、まあ、そういうファンがついてきたと思ったんでしょうね。萩本さんがものすごい冷めた表情で低いトーンでダメだよって。あのダメだよじゃないの、本当のやつ、ダメじゃないの、本当のダメだよ、あのダメだよっていうんじゃなくて、普通にダメだよって言われて、本当のダメなやつ、ダメなやつ、はい、本当にダメなやつ、で、すごい、岡村君別のとこ行ったって、まあ、それだけの話なんですけど、そうか、やっぱそういう時はそうやわな、そこはしっかり言わないとね、そうですね、本当に、金ちゃんもね、申し訳なかったなっていう、行きます、一人、はい、以前自分が卒業した中学校から連絡が来まして、創立何十周年かの式典があるから、それのちょっとサプライズゲストで出てくれない？一人、はい、以前自分が卒業した中学校から連絡が来まして、創立何十周年かの式典があるから、それのちょっとサプライズゲストで出てくれないかって言われたんで、もちろん行かせていただきますってことで、その式典の時に当日、まあ、サプライズなんで体育館の裏から入ってこう舞台袖で待ってたんですよ。それは司会者の方が、この学校の卒業生の中には、後々テレビに出て有名になった方がいます。そして今日はその方が特別にって言ったら、そこのもう在校生が、うわー、特に女子がキャーってなんすごい、これちょっと盛り上がりすぎだなと、ふと気がついたんですけど、
僕の中学校の卒業生、嵐の相葉くんもいるんですよ。やばい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 、もう完全にそっちなんですよね。で、僕が出てったら案の定、あ、そっちかみたいな、あ、確かこいつもそうだったねみたいになって、で、まあそれはそれでこうちょっとまあお笑いにしてね、ちょっと相葉くんだと思ったんじゃないのみたいな感じでやって、持ち時間が10分ぐらいだったから何話そうかなと思って、せっかくだから僕が人生で感じたこと、思ったこと、その中学生たちなんか今後役に立つようなことをと、結構真面目にきっちり話して、で最後僕はいろいろ話したけど、10年後20年後、今度ここの舞台で話してるのは君たちの中の誰かですよ。決まったなって思ったら、こう静かな会場の中からこのパチッパチッで、向こうからパチッパチッ、あ、これ映画でよく見るやつと思ったら、パチッパチッのまんま終わった。2人に響いた。はい、短っ。2人だけ盛り上がるの響いたの。静かな中ありがとうございました。始まらんかった。始まったのに。なんだ。まきょこんだ。一人が二人に響いた。たまたまで数ヶ月後ロケでまたその僕を行ったんですよ。そしたら掲示板みたいなのに、あるか、劇団ひとりさんが以前来てくれましたみたいな写真あってあったんですよ。そしたら僕の目ん玉に画鋲刺さってた。かわいそう。もう二度と行かないです。二度と行くなよ。はい、かわいそう。犯罪のやつ。さあ、じゃあね、さて、あ、はい、いい感じで、1年ぐらい前の話なんですけど、去年あの相川翔さんが芸歴30周年かなんか で、はいはい、で主演の映画を撮る、はいはい、その品川が監督で撮った Z アイランドっていう、はいはい、でそれを僕も出してもらってたんですよ。河本も出たんですよね、はい、でそれで出てなんかいろいろキャンペーンを翔さんと一緒にこう回ってたんですよ、はい、で大阪でなんかテレビとか出たりなんか雑誌の取材を受けて、ほんで東京に帰ろうか言って夕方ぐらいのあの新幹線に乗って帰ったんですよ一緒に。でこう、帰ってる時に僕がこう座ってたら、あの名古屋ぐらい過ぎたぐらいで、宮がちょっとタバコ吸いに行こうよ言って、翔さんが僕のとこ行きはって、で、あ、行きましょうかって言って、なその新幹線が古いやつで、であの喫煙室とかじゃなくて席のあるやつだったんですよ。でそこ吸いに行こうって、こう僕が先頭でこう歩いて、翔さん後ろでずっと行ってたんですよ。で何号車か分からないですけど、すっごい大きいいびきかいたおっさんが寝たはったんですよ。うわーわーって言うて、ほんでうわだいぶ疲れてるおっちゃんいいなー思って、ほんでその号車行ってタバコ吸うて、で帰ったんですよ。でその号車、おっちゃん、さっきいびきの人がやはる号車に入った瞬間にまたわーって聞こえてるんですよ。ほんで翔さんが誰だうるせえなーみたいな。で、ああ、はい、そうですねって言って、ほんで僕こう通りながらそのおじさんのとこ近づいていったら、そのもうガラガラやったんですよ、うん、ほんならこう2つの席をくるっと向けて4つにしてジャケット脱い で、うん、でそのじゃ結構太ってはったんですよ、うん、でサスペンダーして足伸ばしてカーッて寝たはったんですよ、席に ね、で翔さんうるせえなって言ってはったから、ちょっとねちょっと気になって見たら、よう見たら寿司三昧の社長やったんですよ。すごいよ。ね、おうおう、でもうふわーってなるから、あ、寿司三昧の社長やと思って、で翔さんにうるせえな言ったら、寿司三昧の社長さんですって言って、で僕横通ったんですよ。ほな翔さんがその社長の横行って、でやらはるんですよ。で、え、何？と思ったら、ほな社長も社長社長ってやってて、